皆さんこんにちは。こんにちは、まあ、実は今回2人でコラボレーションしてます。タイトルはもしかして以前に聞いたことがあるかもしれません。ここで世界で初めてホテルバルセロナのゲームプレイトレーラーを公開します。楽しんでください。Do you think the witch is really here in this hotel? Just nod and say yes. I'd never lie to you. Play ball! Look, servant, isn't this interesting?Is that me? Yes, a you from the past. That's a side effect from the loop. Loop? This place is trapped with some type of barrier that warps you back here whenever you die. We don't specialize in sausages here. We specialize in sausages. You can't trust this man. He's not the person you think he is.A shark! That was a shark! Rise and shine, Bernstein. Let the game begin. Don't you know that hitchhiker is a derogatory term? And I will permit no manner of discrimination. I'll shut up all the bigots, even if I need to rip them limb from limb. Change of despair! Ha!Stay away from the lake. That campground's cursed. Got a death curse on it, yes sirree. ホテルバルセロナっていうタイトルを聞いたときに、やっぱり最初からすごいいいなって思いました。須田さん自身がどのように考えてこのタイトルをつけたかちょっと分かんないですけど、僕自身もホテルにかなりこだわりがある人物なので、真っ先にもう大好きなホラー映画のシャイニング、あれに出てくるオーバールックホテルっていうのが頭に浮かびました。でそれが原因かどうか分かんないですけど、バルセロナっていう名前のホテルなのに、まあ、なぜか舞台は北米北アメリカになるだろうなって勝手に想像しました。2人でたまたまカナダのバーフにあるイベントで一緒になったんですね。まあ、本当山奥のまさに本当になんですかね、人里離れたリゾート地の巨大なホテルなんですけども、まあ、そこが本当にね、あのホテルバルセロナの舞台のちょっとイメージにもなりました。2人 でゲームデザインのアイデアをそこで固めて、本当に2人でキャッチボールし合いながら、まあ、そこであのかなり企画の骨格が出来上がったんですよね。はい、ホテルバルセロナがどんなゲームかっていうとですね、まあ、これは完全新作のホラーゲームで、全米中の連続殺人鬼を倒していくゲームです。まあ、ストーリー重視というよりも指先のテクニックが必要なアクションゲームで、何回も死んで武器を手に入れて自分自身を成長させてボスに挑んでいく、そういうゲームになります。で、最も特徴的なのがスラッシャーファントムというシステムです。スラッシャーファントムっていうのは、分かりやすく言うと過去の自分が、今の自分を助けてくれるシステム。何回も死んで遊ぶたびに、前回の周回の自分とか前々回の周回の自分が今のミッションに参加して、敵を倒したりオブジェクトを破壊したりして助けてくれます。こうデスループを作るときに、普通のゲームだとこう素材とか経験値みたいなこうパラメーターだけを持ち越してそれをループさせるゲームがメインなんですけれども、僕はそれにもう一つ加えたくて、過去の時間軸、時間そのものを持っていける、そういうデスループのゲームを作りたかったんです。ゲームデザインに関しては、スリさんと2人で本当にコラボレーションするという意味合いで、まあ、初期の段階に2人でいろいろ話し合いましたね。あの基本的にはもうガリガリとホワイトアールの皆さんがもう開発をどんどん進めてくれていて、あの途中途中でスリさんから映像が送られてきて見せてもらうんですけども、まあすごいアクションが出来上がっていって、あの本当に僕とスリさんで思い描いていたサイドスクロールのゲームで、爽快なアクションゲームにしましょうと、で途中途中、血がたくさん出てっていうオーダーも、まあ、スレさんの方でしっかり組んでもらってですね、あの本当最終的にはあの気持ちのいいアクションゲームが出来上がってるんじゃないかなと思ってます。
アートスタイルに関するこだわりなんですけれども、まあ、今回の作品っていうのはまあ日本で作っているので日本のゲームらしさっていうのと、まあ、テーマになっている80年代から90年代のハリウッドホラー映画、これのテイストをうまく融合させられるような写実的になりすぎないでもアニメっぽくなりすぎない、そういう中間のスタイルを模索しています。であとは、まあ、須田さんのゲーム須田ゲーに近づけるようにユーザーインターフェースであるとかハッドっていうところにスタイリッシュさを取り入れたり動きの要素を入れる努力をしました。まあ、このゲームに出てくるボスの特徴なんですが、まずこのゲームには7つの世界が存在します。でそれぞれにホラー映画をイメージさせるボスが存在しています。でその中でも僕が一番気に入っているのはステージ1のボスのジェイコブです。ジェイコブはですね剛腕の怪力野球殺人鬼で、まあ、キャンプ場に併設されている古いグラウンドを根城にしています。まあ、ホッケーマスクの殺人鬼っていうのはね皆さん知ってる有名だと思うんですけど、野球のヘッドギアをつけた殺人鬼っていうのは他にいないかもっていうふうに彼を思いついた瞬間から僕はもうジェイコブのことが大好きなんですね。発売自体は来年になるのでもう少し先になるんですけれども、きっと皆さんが遊びたかったゲーム、これが欲しかったんだこれを待ってたんだっていうゲームに仕上がっていきますので楽しみにお待ちください。ずっとこのホテルバルサンを待っていてくれたファンの皆さんに感謝します。ぜひシッピングをお待ちください。